げえ綺麗に覚えてきたもんな、テレビ立てやと。くらくらくら。あ、絶対。ここで消したら、おめえそこで絶対消しますかぞ。いやなるほど。やっぱ土曜日に来たってよかったな。さあ、飯だよ、飯。もうちょっとこのなんか、意外とくっついてるじゃんみたいな、あの、なんか、そこまではよく見た。こんなの買うっていう反応を期待してたら大丈夫。今のさ、もしかしたらさ、カメラ持ってるからちょっと大げさに言ってるだろうって思ってるぐらい。うん。まあ、俺も言うてね、この辺何回も見てきたさ。な、完全に感覚麻痺しとるぞ。結構やばいぞ。エニオスってこの辺りあったっけ？エニオスはね、あるある。ある。あの、昔エストだったところ、精神長のところ。あそこね。そっか。エストかエニオスに変わっとるか。エニオスなんて、しかも、あの、セブンができた。ああ、よくあるパターンや。うん、だからあの、あっちのセブンとすごい近くになるから。そうやな。メガネが埃だらけだ。だろうな。だろうな。もう仕掛けが悪い。おお、俺もひどいんだよ、おめえ。つまりどういうことか分かったのよね、うん、あんだけ歩き回ったら埃が回ってるってことだ。空気清浄機フルカードしてんだけどね。うん、間に合わんだろうね。間に合わんね。空気清浄機もさ、いい加減にしろって思ってるんじゃないかな、うん、多分フィルターも、うん、あんまり掃除しなかった。うん、それじゃ意味がないね。あの、トヨタの4号の方にね、いきなりステーキがね、今話題のいきなりステーキがね、できたらしいな。昨日はオープンした。オープンしたらしいな。うん、え、じゃあ見たことあるの？いきなりステーキ。ない。あ、そう。やっぱりはあるけど。大須もやっぱりステーキはあるけど、いきなりはない。ぶっちゃけやっぱりみたい。だよね。あの、四日市のあそこ行きたいんだよね、行ったとこ。やっぱり。うん。行った。四日市で食べてきた、やっぱりは。うん。まだ行ってないんだね、本当に。いやー、あそこもさ、激戦区よ。だよね。間違えた。まあまあ危険ですね、ここ。あ、そう。でも、もっといきなりステーキ向きじゃないもん。うん。いや、なんかオープニングとかで安いかなとか思って。ないかな。だってランチ、年末年始ランチメニューをやめるって言ってるぐらいやで。ああ、水道とかで。まあでも、まあそこはいいんじゃない。そういうもんじゃない。いや、客入ってんならいいけどさ、客入ってねえのにそれやるんだ。まあね、社長が来てください、来ないと潰れますよみたいなこと言ってんのに、うん、それはないなとも思うけど。いや、なんでかは懐事情はわかるよ。とにかく単価稼げるところで単価稼ぎたい今。うん、今ダブル安やん。変な話、客数も落ちて客単価も落ちてるっていう、うん、値上げしたのに下がってるっていう、すげえ二重苦になっとるね。うん、挙句の果てに正直って競合の方がうまいことやっとるからな。普通にステージ出したのがコスパいいもんね。うん、そう、ステージ出すとかね、トヨタ市にやればいいんだけどね。ないよ。ないね。あの、カリアの、あの、イオンタウンのカリアの近くにできたけど、うん、あ、金できたんや。まあ、ガストはガストでな。あの、思いっきし自分でこけとるでな。自分でシータレールに自分でこけとるでな。あ、ガストって今なんかやばい。あー、ちょっと厳しそうよ。うん、ずっと厳しい戦いが続いたら続いてる。スカイラークの株主やけど、うん、あの、優待ものだけど、うん、だからどこも、うん、あの、なんて言ったらいいの、まあ、あのスカイラークらしいっちゃらしいんやけど、うんうん、どこも変な話、今業界トップになれやん、あれなさ、うんうん、まとまってはおるんやけど、うんうん、なんて言ったらいいの、これっていう魅力がない店ばっかしやさ、バーミヤンにしても、うんうん、まあ、普通だよ。で、バーミヤンが売った施策が、あ、ガストが売った施策がラーメンやろ。うん。うん。ここ綺麗になってる。ほんまや、めっちゃ綺麗になっとる。
する？あのずっとこうやってつけたまま固定させたの。あの何回か見たけど、坂の動画、うんうんうん、あのどういう風に撮ってるのかなと思ったけど、置いてるだけなんで、置いてるだけ、置いてるだけ、中で撮ってる時は、うん、この時期はあのエアコンの、うん、その前のあれの音人からな、うん、まあな、ちょっとここに喋っとるとなすぐ聞こえなくて、これあんまり最近中で撮ったのは出してないけどな、うん、そうすると全然撮る時間がなくてな、うん、どうしような、市街地の方に向かっていこうか。あそこってどこ、何時前やっとったっけ、あの豚骨ラーメンの店。どこ？あの、海津。海津？海津の豚骨ラーメンのうまい店、知らん？あ、なんか一回行ったね。最初に行ったっけ？大昔に行って、なんかゴールドカードもらったよね。ゴールドカード？なんか一回行っただけだよね。それラノイチっちゃうか。いや、違う。なんかその限定のさ、カードもそれも本当にだいぶ昔の話。ほう。え、ゴールドカード的な。どこや。俺だってそこの店はちょいちょい行っとるけど、あの大学の近くなんさ。うん。そこだよ。ああ、じゃあそうだよ。ゴールドカードなんかもらったっけ？ゴールドカード、ゴールドじゃなかったんですけど、なんかカードをもらったんだけど、なんかフリーパス毎回50円引き的な。あ、そうなんや、取ったっけ？一緒に行った時そんなじゃなかったかな。じゃあラーメンだったらさ、うん、何でもいいんだよ、うん、担々麺のお店とかの、はあ、どこであるの？前自分が行ってね、すごい美味しかったんだけど、あーとね、場所的にはどこだろう。なんだ、山の手とか、ざっくりでもいいよ、とりあえずバカらなあかんからざっくり言うと、どっち？豊よ…あの、めぐり屋の方に。めぐり屋の方？はい。本店の？本店。めぐり屋よりは来たいけど。どこだ、山の手の方面やな。三河豊田駅の方。うんうんうん。挙動の方で行こうじゃ。でもすごい人やと思う。あの、とりあえずちょっと見るだけ見てみようかな。いや、このナンパあるのに、おっとこい。あの、このナンパでも今、パチンコ屋しかないからね。はい。カラオケもなくなったから、ね。やっぱあかんかったか。めちゃくちゃ場所わかりにくかったもんな。この俺ですら応援に来た時に、え最初コロナワールドって聞いてなかったもんで、うん、じゃあ、あの、あ、そう、次の信号曲がって橋渡るか。ああ、通ったことないでしょ。橋ここ曲がる。っっそう、それが今年の夏できた。おお、だよな、なかったよな、こんなところ、うん、これもなんかだいぶ様変わりするからね。ほんとや、なんか洗濯なんかできとる、何、うん、洗濯。 あ、でも、あ、これ浄水の方にもあるな、うん、あの変な、あのてるてる坊主のマークが、うん、お前らはてるてる坊主出したらあかんやろって思うんやけど晴れたら来る人減るねんなこれ土橋だよな。土橋の駅の前こんな風になったんや。つまり、その土橋のあの交差点に出るにはここを通らんといかんくなったのよ。ああ、で、これをそう、右へと左やな、うん、まあ、トヨタは道がくるくる変わるっちゃ変わる街やでな、うん、車の町やでな。ちょっとトヨタの駅前がどこも綺麗になってくな。利用者全然おらんの、うん、まあ、ここもあのトヨタの、ね、本社の玄関口みたいなものだし。まあな、うん、まあでもトヨタに行くならトヨタの車に乗って行けって話やけどなあそこはまあ車で行こうと前提だもん、どう考えたって自転車やと自転車がきついしな、この辺りの街でアップダウンが激しいで。どうしてもやっぱし大学とかさ、これあのバンバンあったのもさ、あのあそこだったの、あの本見の方にの店に行っとったからさ、
あ、出た、ラウムか。そっか、ラウムの通りか。うん、ああ、な、謎のカラオケラウム。ここだけはな、俺ら業界の人間も調査するために何だっけこの店って。分かってるやっぱ。まだ一回も行ったことないんだ。よく分からんね。うん。3店舗4店舗ぐらいでやったのさ、この三河地方の。うん、弥生期も入っとるな。出た。トヨタカローラ。な、トヨタプトコ来てる。ダスト下がる。右側に寄ってこない。あ、いいよ。ここでさ、中央分離帯があるんだよ。まあ、U ターンせえか。うん、U ターンするよ、じゃあ。あ、これここだ。そう。そう、びっくりしたの、こっちや。歌のステージの横だ。トラゲンか。うん。駐車場どこなの？あるよ。結構広いから大丈夫。奥？うん。あ、手前だ。こっち手前が駐車場なんだけど、でもね、うちこっちに止め、止めちゃうけどね。でも、空いてるんじゃないかな。ここもいいのかい？あ、いや、大丈夫だと思うよ。専用駐車場だったら大丈夫。うん、あ、まあ狭いだろ、この駐車場。うん、そうやね。よくさそうと思う。なんかぶっつけそうだな。あ、大丈夫。じゃあ大丈夫ですよ。じゃあそこまで無神経ちゃうか。部屋は片付いてないけどね。それぐらいにしてる。大丈夫大丈夫。じゃあちゃんとちゃんとそこの部屋は大丈夫だな。時間から行けるとこってあんまなくない。一応、始めてやる。じゃあ片付けますか。これ片付けにかかりますか。ちょっと待って、また来る？また来る？また来るか。お金お金することねえでしょ。まあいいね。とりあえずね、間でこう繋いでるからね、とりあえず美味しかったよ。トラゲンさんやったっけ、うん、美味しかった、あれ美味しかったな、うん、あれは良かった。